かわいい。そう、あのよくあるじゃないですか、あのね、すごい滑、なんか中に空気が入ってて、空気が入ってて、なんかすごい子供たちが跳ねてるみたいな。そう、ちょっとね、今ね、外から笑い声が聞こえてきて、ちょっとね、あ、自分笑われてんのかなってちょっと思ってるんですけれども、そう、ちょっとね、うん、ちょっと待って、なに、あ、なんか今、ちょっと待ってください、ね、今ね、業務連絡来ててね、ちょっとね、業務連絡来てるんですけど、ちょっと漢字が読めないです。それ、なんですか。涅槃像、涅槃像って何ですか。涅槃像って何、ちょっと自分が分かんないや。大仏。涅槃像って何ですか、皆さん。え、漢字、ちょっと涅槃像らしいです。はーい。はい、あー、なるほどなるほど。ちょっとごめんなさい、ちょっと身内でちょっと喋っちゃった。あのね、今画像で見そう、画像で見せてくれたんですけど、あー、なるほどね、なんか大仏が横になって寝そべってる、なんか仏像があって、それですね、確かにそれに似てるわ。はい、ということで、じゃあね、あの、あー、巻きらなした。まあ床長生のその大仏様ということにしておこうかな、これ。うん、可愛いしね、子供遊べるしね、ということで、はい、こんな感じでもう完成にしちゃおうかな。はーい、ということで、長生1号館、もうこれで皆さんのおかげでちょっと完成に無事持っていけました。はーい、嬉しい。ということで、ちょっとツボにはまっちゃった。うわー、はーい、笑い声かわいい、超かわいくないです、ありがとうございます。はーい。